ではご質問を受けしたいと思います。ご質問される方は後ろのマイクなどをお越しいただいて、社名、お名前をお聞きいただいてから質問をお願いします。では質問ございますでしょうか。中日新聞の永森です。よろしくお願いします。冒頭 の知事謝罪やった件にまず、お伺いさせていただきます。県での その個人情報を扱う中での、外部に流出等に関しては5ヶ月続けてということを伺っておるんですけれども、前回も知事の謝罪をやった後に同じような質問あったと思うんですが、これだけちょっとずっと続いていることに対しての、原因というかその理由みたいなものをまず教えて、知事としては今どういうふうに認識されておるのかの部分を教えてください。はい、本当に改めて申し訳ないことが続いている。まさに1月、2月、3月、4月、そして今回5月と5ヶ月連続で起きているということ、トップとして責任を痛感をしております。この5件がですね、いずれもこの県庁、いわゆる本庁という言い方もしますが県庁で起きています。さまざまな出先機関も県内各地にあるわけでありますけれども、出先ではこれまでのところ起きていないということであります。といって、その原因を考えてみますと、やはり出先は日々こう、現場があり、そして、県民の皆さん、あるいは事業者の皆さんと触れ合う、あるいは折衝がある、あるいは相談事を受ける、そういう場がある、これがでは緊張感を保つことにつながっているのかなということも考えられます。といって、本庁がみんな弛緩しているわけということではないのですが、あえてこの 5件をもう紐解いてみますと、そのようなことは一つ考えられるのかなというふうに思っております。そして、前回も申し上げましたが再発防止に向けた工夫なんですが、もちろん改めて全職員に対しての通知を出しました。前回も県としては一番厳しい切迫感のある通知だったわけですが、それを再度出させていただきました。それと具体的な工夫の一つとしてですね、日々今職員のみんなパソコンで仕事をすることがほとんどでございます。皆さんと一緒かと思いますが、そこにですねシステム上で、メッセージが出るようにします。今日明日にもそれが始められるというふうに思います。パソコンを開いて仕事をしていると注意喚起のメッセージが日替わりでいろいろと出るようにして、する工夫を今回しました。嫌でもこれが目に入ってくる、仕事をしている途中にさっとそれがポップアップで上がってくる、そんな仕組みにしています。誰もこれは拒めないものでありまして、それを当面続けたいと思います。皆さんもご存知のようにこれを長く続けますとこれはもう慣れてしまうというそんなこともありますので、一定期間続けてまた次の手を考えていきたいと思います。現在のところそういう対応をさせていただきます。すみません、通知に関しては県外では経営管理部長が出される通知でよかったでしたかね。すいません、人事課長ですね。失礼しました。はい、その通知自体いつ出されたんですかね。もう出された本日です。今日、はい、今日付け、すいません、ちょっともしかすると意地悪な質問かもしれないんですけれども、知事の方からその再発防止ということは、言ったら僕たち5ヶ月ずっと聞いてきたわけなんですよね。で実際その効果が、今現状、実ってない状況になっておると思うんですけれども、その部分に関しては、例えば今日も通知出されるっていうのはあると思いますが、それが実際どこ、将来のことは分かんないですけれども、今の現状の過去のこの5ヶ月間を見ていると機能しないように思うんですけれども、そのあたりについてはいかがですか。はい、
機能してないとは思っておりませんが、まあ、これやっぱり繰り返し繰り返し続けていかなければならないと改めて痛感をしております。あと、まあちょっとその誤送付等が多いのが、あの古セブの関係のものが多いというふうに認識してるんですけれども、先月の知事の定例会見の方で、まあ、あのコロナの対応っていうものにやはりちょっと、忙殺されているところがあるのではないかというふうなあのご見解もいただいたところだったんですけれども、それを受けて例えばその、もちろんその県庁の中の人数の配分はあると思いますが、例えばその厚生部の方にちょっと厚めに、またあの今以上に厚めに人員を割くとか、そういったそのなんでしょう、ちょっとしたそういう県庁内の改革みたいなものって考えておられたりされたりとかはしてるんでしょうか。はい、あの今でもなく今コロナ禍でのコロナ対策については厚生部が主管してやってもらっていますので、これにつきましてはあの適時に人員の補強もしてきたところです。ですからあのマンパワー不足でこういうことが起きているということではないとは思います。今の人員配置につきましてはあの適切に行われていると考えております。分かりました。じゃあすみません、次ちょっと別件です。昨日あの、東京都の、営業時間短縮命令でその営業損害を受けたということで、あの飲食チェーンのグローバルダイニングの方があの東京都相手に損害賠償を求めた、訴訟があったと思います。でその判決が、出て、ね、あの東京地裁の方ではあの命令が特に、必要だったと認められず違法という形で、判決出されたと思うんですけれども、まあ、あの同じその行政がその命令を出して、でそれに対しての判決っていうのが一つ出たっていうことに関して、知事の受け止め、その判決どういうふうに見られたかっていうものをまず教えていただけますか。そうですね、あのグローバルダイニングという外食の、30店舗ほどですか、あの経営をされているところ企業が都に対して訴訟を行ったというふうなこと、その判決が出たということは承知をしております。ちょっとおさらいしますと、我々このコロナ対応につきましては新型インフルエンザ等対策特別措置法という法律に基づいて、都道府県知事も一定の権限が与えられている、それに伴って対策をいろいろと考えているところでございまして、この飲食店に対する時短の要請というものもその権限の一つであります。そして、事業者が応じられないときにはそれが命令を発出することも可能ということ、そしてそれでもそしてその命令を出したよということも公表する、これも一つの、対応であります。そしてさらに、過料を科すことも、権限の中にあります。ただこの場合は学識経験者の意見をしっかりと聞く必要がある、そんな、ことを担保しなきゃされているということであります。その中で今回このグローバルダイニングさんに対して、都が時短の命令を出したということ、これに対する裁判でありますが、私はあの都はその手続きの順を追ってやられたので、都には、あの手続き上は瑕疵はなかったというふうに考えております。ただ一方で、グローバルダイニングさんの他にも2000店舗ほど要請に従っていない店があったということ、それからこのグローバルダイニングへの命令の発出が緊急事態宣言が解除される本当直前に行われたということなどから、あの公平性が果たして保たれていたのかという、そのあたりが争点だったんだというふうに思いますが、ただ結論を見ますとですね、もとよりあの司法の判決に対して私がコメントする立場ではありませんが、いわば痛み分けだったのかなというふうに考えております。ただ私はこの場でもこれまでも申し上げておりましたが、やはり、こういう権限はあるわけですけども、知事に。でもこの私権を制限することになるということは、やはりこの権限を行使する上においてはとても慎重にした方が良いとこれまでも思ってきましたし、そのように、私も行動してまいりました。ですから、このことは今後も変わりません。はい、
まあ、そのこの判決、まあ、全てではないと思うんですけれども、あの、まあ、今後その富山も含めてその自治体がその何かそういう、まあ、今後もしかしたらまた蔓延あのコロナが蔓延してっていう形で何かその施策を打たないといけないってなった時に、まあ、あの今回の判決がその施策にのを考える上でどのような影響を及ぼすかとかっていう部分とかって何か認識ありましたら教えてください。そうですね、あくまで冒頭に申し上げたようにあの特措法という法律に基づいてやっている話であります。で、具体的にはあの今まん延防止等重点措置というものをどうするかということ、これは私からもですね、知事会に対してこの、これまでのこのまん延防止等重点措置の、まあ、どういった効果があったのかということ、これについてはやはりエビデンスに基づいて、しっかりとこう精査をしてほしいということを申し上げて、まあ、そのようなことをこの前から厚生省国で有識者会議も始まりまして、まあ、あのそういうことの まん延防止と重点措置の分析、効果の分析なども一つのテーマだというふうに理解をしておりますが、まあ、今後もやはり新しい波が来ることも想定しなければならない、あるいはまた変異が起こることも、まあ、実際今新しい変異株も出ていますが、またそれによってウイルスが違ったパフォーマンスをすることも想定しなければなりません。その時のためにこれまでやったことをしっかりと検証しておくということが大切だというふうに考えています。まあ、やっぱりそのあたりはやっぱり国に、まあ、しっかりと対応していただきたいことだと思いまして、まあ、それによって伴ってまた法律の範囲内で、知事としての役目を果たしていきたいと考えています。分かりました、ありがとうございます。読売新聞の小田倉です。よろしくお願いします。すみません、改めてになるんですけど、あの日以降の問題についてお伺いいたします。先週ですね、あの事業再生 ADR を申請しまして、まずこれの受け止めとですね、あの県内の薬業界への影響を懸念することがあればお伺いいたします。またあの改めて県として今後の対応を何か考えていることがあれば、お聞かせください。はい、本県の医薬品産業の、まあ、リーディングカンパニーの一つであり、また日本全体としてもジェネリック医薬品のメーカーとしてはトップの会社の経営再建に関わることですので、まあ、もちろん関心を持って見ておりますが、まあ、今回、再建のスキームをですね、事業再生 ADR といういわゆる、まあ、私的な整理ということのスキームを選ばれたことなので、具体的にこの県としてそれに関わることはあまりないのかなというふうには理解をしております。ただいずれにしろ取引先もたくさん県内にもあるわけでありまして、それはパッケージメーカー、パッケージ会社から、原料の納入などなど本当にたくさんその広いお取引先をお持ちですので、まあ、こちらに対する県として、しっかりと目配りをしていきたいと考えております。また医薬品の製造販売業者としてやはりこの医薬品の安定供給また品質確保についてはこれは、まあ、監督、まあ、官庁としてしっかりとコミュニケーションを取りながらもやっていきたいと思います。でその懸念されます大変に県内に多い取引先のことについてはですね、やはりいろいろとご不安もお持ちの経営者もおられるというふうに思いますので、県としまして相談窓口を開きたいというふうに考えております。まず一つは資金繰りのことなど金融相談の窓口を開きます。それからもう一つはやはり雇用についてご不安もあろうかと思いますので、労働相談の窓口、この金融相談窓口と労働相談窓口2つの相談窓口を設置をしたいというふうに考えています。これについては後ほど、本会見が終わって遅滞なくプレスリリースをしたいと思いますので、そちらの方に連絡先などは載せさせていただきたいと思います。あともう1点なんですけれども、県などはその今の医薬品産業をですね、1兆円産業にしていこうという目標もずっと持っておられますけれども、なかなか今の状況だとこういった目標の達成も難しい状況かと思いますけれども、この1兆円産業を目指すという目標については今現状変えるお考えがあるか、今まで通りいくのか、どういうふうにお考えでしょうか。
そうですね、1兆円という言葉が、まあ、少し先一人走りしているような嫌いもあるんですが、まあ、関連産業を入れればもういってるんじゃないかというそんなご意見もあるようであります、まあ、ただ、本県の基幹産業の一つ、そして本県を引っ張ってきたし、これからもそれを期待される産業ですので、やはりさまざまな施策で、応援はしていき続けたいと思います。まあ、その一つがですね、薬のシリコンバレーコンソーシアムでありまして、これにつきましては新しい事業の目もいくつもあります。それから人材の育成という面でも大変に成果を上げつつあります。まあ、これは国から大きな資金もいただいて進めていることで、ただそろそろ実装に向けての議論も今行われているところであります。まあ、このようなことをしっかりと活用して、国の制度もしっかり活用して、引き続き県のリーディングインダストリーであるんだということで進めていきたいと考えています。最後に1点なんですけれども、まあ、今回一連の日医工の問題を含めてですね、国がですね、ジェネリック医薬品を、まあ、使用促進をずっと続けてきたことの、まあ反動といいますか、そういった側面も大きいかと思うんですけれども、このジェネリック医薬品を、まあ、使用促進していくという国の政策は、立ち止まって考えるべきなのか、果たしてそうではないのか、知事のお考えというのはどういうふうにお考えでしょうか。はい、これは本県でも同じ状況ですが、国ですとそれがもちろん数十倍の規模で行われているわけですが、この医療に関わる費用の増高というのは本当に毎年、まあ、あらゆる費用の中でも最も伸びているのがこの分野であります。それを抑制していくために、の一つの手段として医薬品の、まあ、費用を下げていこうということで、このジェネリック医薬品を推奨、まあ、進められて、そしてそれをの使用を上げていこうという、これは、まあ、至極最もな私は政策であるというふうに思い、これは決して全く悪いことではないし、大変妥当な政策だというふうに思っています。まあ、それをですね、それぞれ経営者がどう受け止めるかというところだと思います。やっぱりやるのは民間企業なこと、製造するのは民間企業であるわけですから、まあ、このあたり、やはり経営者の今後しっかりとした経営判断というものが、まあ、今回のことを他山の石としてですね、まあ、個社としてまた業界団体として、取り組んでいかれるものと期待をしています。政策自体は間違ったことではないと思います。わかりました。ありがとうございました。北日本市民の高島と申します。お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。まあ、すみません、冒頭の情報漏洩のことでちょっと念のため今の発言の確認なんですけれども、今要するに本庁舎の中で今ちょっと少し緩んでますって話というような認識でいらっしゃるということですか。いやいや、そこまでは言っておりません。出先で起きてませんねということであります。はい、まあ、事実として、はい、分かりました。であとすみません、昨日のコロナワクチン昨日のワンチーム推進会議のことで4回目のコロナワクチン の議題が話されたと思う、議題というか話題が出たと思うんですけれども、そこで市町村長から医療従事者も4回目接種の対象に含めるべきだというような要望が複数上がったと思いますが、まあ、確かにこれはなんか海外でも事例が分かれているそうな、なかなか難しい問題だとは思うんですけれども、その場ちょっと知事の見解をなんか聞かれたときに、それちょっとストレートにはお答えされてなかったようにちょっと聞こえましたので、改めて知事としてはその4回目接種というものがその医療従事者も含めて接種すべきかということをちょっと見解をお聞かせください。はい、ありがとうございます。おっしゃるように昨日本年度として初めてのワンチーム連携推進本部会議を開きました。もちろん連携推進項目であるデジタル化の推進、あるいはカーボンニュートラル、そして農林水産物の輸出促進、そのようなテーマについて、まあ、多くの時間を割いたんですが、まあ、その他自由討議の面で、今の4回目のワクチン接種について、いろいろとご意見をいただいたところでございます。このコロナのワクチン接種については本当に市町村それぞれでのご努力でこれまで成り立ってまいりました。まあ、もちろん県でも特設会場
を開いておりますが、これはあくまで側面支援ということでやっております。主力は本当に市町村が担ってきていただいた、そして各市町村で医療機関との交渉には首長さん、市町村長さんが当たってきていただいた、本当にご苦労をかけながら、それをもう本当に2年半にわたってやっていただいたことでありまして、まあ、その現場で医療機関と意見交換をしていらっしゃる首長さんからの昨日のご意見、それも本当に複数の方からそんなご意見が出ました。これはやっぱり重く受け止め尊重したいするべきだというふうに考えております。まあ、その上で、本件県としてはこれまで県の医師会を、まあ、カウンターパートとしてさまざまなことを考えて決めてまいりましたので、そんな県の医師会のご意見なども伺いながら、場合によってはその全国知事会とのにもコンタクトをすることも考えていきたいというふうに思います。まあ、それでですね、富山モデルできないのかというご意見も昨日ありました。このワクチン接種に関してですね、これまでもですね、知事の判断で、例えば接種券が来てなくてもある人たちを早めて打ってくださいとか、あるいは、警察の関係、消防の関係、あるいは教職員の関係などなど、特定 の、まあ、より優先度が高いと思われる方々を優先して打つということ、これも、まあ、知事あるいは市町村の考えでやることができました。ただこれまで、接種対象を広げるということまでは独自にはできていませんし、それはやはり全て今国費で賄われている事業ですので、それはやはり難しいのかなというふうに考えております。現状で申し上げられることはそんなことかなと思います。ただ昨日の市町村長の皆さんのご意見は本当に現場を踏まえてのご意見なので、これは重く受け止めております。県としては独自に国の方針に反してそういうような医療従事者の方を独自にこう接種するというようなことはなかなか難しいというスタンスでいらっしゃるということですね。そうですね、現実的に難しいと思いますし、また国の方針もですね、昨日も申し上げましたが、十分理解はできる。今回4回目は重症化の防止がメインの目的なんだということですから、重症化リスクのある人々、高齢者、それから基礎疾患を持った人、それをその方々が対象なんだということは、これはこれで一つの理論的な話だというふうに思います。はい、わかりました。すみません、日光に追加で質問させてください。日光今指摘整理申請した上で、今後事業再生計画をまとめる予定としていますが、例えば日光がその再生計画の中で人員削減に踏み切るような場合があったときに、行政としてどのような支援が考えられるかどうか見解をお聞かせください。はい、今のところはそのようなご方針はないとは伺っております。ただ企業再建の過程でですね、再建スキームを作られる過程で、そういうような案がもし出るような情報が私どもでキャッチできましたら、そこについてはやはり、より慎重にお考えいただくように、乗り出す必要もあろうかというふうに思います。またその前段階でお取引先のそんな雇用についての不安については、先ほど申し上げた窓口を開いて、対応してまいりたいと思います。わかりました。で先ほど相談窓口設けられるというような話もされたと思うんですけれども、例えば、これから多分再編契約次第ではいろんな取引先 の取引を見直す、抜本的に見直すということもあり得て、その取引先の資金繰りとかそういうものにちょっと影響が出てくるというようなことも考えられると思うんですけれども、そういうの窓口を開いた上で相談を受けた上で、やっぱりその非常になんか影響が起きそうだというような判断だった場合は、何かこうさらにこう政策、何か支援策みたいなものを考えられますでしょうか。はい、考える必要があればしっかりと対応したいと思います。わかりました。あと最後ちょっと言いづらい質問かもだと思うんですけど、田村社長の経営責任ってどういうふうに お考えでいらっしゃいますか。社長の経営責任、今回の件について。
それについては今私の立場で申し上げることではないと思います。民間企業の経営者のことですから、ご自身の判断だというふうに思います。また、取締役会もある、また社外取締役もおられるわけですから、そちらでの判断だというふうに思います。わかりました、ありがとうございました。毎日新聞の茅原と言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。コロナの関連で1点お尋ねします。先般来松野官房長官はじめ、政権幹部あるいは日本医師会の関係者から、屋外のマスク着用について距離が十分に取れるんであれば必ず質問必要ないんじゃないかという認識が出ておりますけれども、知事、先ほど感染対策については継続してほしいというお話でしたが、北陸3県、マスク先進地域というふうに聞いております。この屋外でのマスク、脱マスク論ということに関しては、今、富山県、あるいは知事としては、どう進めていかれるお考えがあるのか、お聞かせください。はい、ありがとうございます。まず基本的には、やはりこの新型コロナの感染経路というのは、飛沫であったり、エアロゾルであったりということですから、マスクというのは、極めて有効な、対策だというふうにということは今も変わらないし、これからもそうだというふうに思っています。その上でいろいろなご発言が続いているので、ご自身もちょっと戸惑いもあるんですが、やはりここはですね、諸外国の緩和の状況、それから何と言っても科学的な知見に基づいて国としての統一のご見解を、それぞれがそれぞれに発信されるのではなくて統一のご見解を出していただければ そうありがたいというふうに思います。本件ではこれも従来よりですが、熱中症予防の観点から気温や湿度が高いときには屋外でかつ十分に人との距離がある、これは国では2メートルと言っておられますが、やっぱり その程度でしょう、十分な距離がある確保できる場合はマスクを外すことを呼びかけてきました。これはこれまでも言ってきたことですし、これからまた暑くなる時期、熱中症の時期でもあるので、このことは申し上げておきたいと思います。はい、今言われた統一の見解を出してほしいというのは、これは国に対してということでよろしいんでしょうか。そうですね、はい、ということは今のところは富山県としては県庁内でその屋外マスクについての特別な具体的な議論をするとかという段階にはないという理解でよろしいですか。そうですね、ただこれまでも今申し上げたように熱中症防止の観点から屋外で、一定の距離が取れる場合は外してもよろしいですよということは申し上げてきました。ただそれでもですね、やはり屋外でもまた人と話す機会もある、それから近距離に接する場合もある、そのような時はやはりしっかりとマスクを着用していただく、このあたりはもう2年半付き合ってまいりましたので、コロナとは本当に県民の皆様それぞれご自覚はいただいているんだというふうに思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございました。富山新聞の森です、よろしくお願いします。ウクライナの問題に関してなんですが、水稲栽培の肥料の高騰とかいうのが県内でもあると思うんですけれど、そのお米の農家さんに与える影響の現状と、県としての受け止めについて教えていただけますでしょうか。はい、もちろんこれはウクライナの影響もあるし、その前からの物価高、それから原料高、エネルギー高、それがウクライナで加速されたということだというふうに思っています。そしてそれはさまざまな産業に影響を及ぼしていますが、今のご質問は農業関係のことだというふうに思います。私も
先週2日間あの農業の農林業の現場を見てまいりました。やっぱりそこでも例えば砺波のトマト農家さん、これはハウスで栽培をされておられますが、水耕栽培ですけども、ここでやはり燃料費が上がっていることによってコストが当然上がる、これも大変に大きな値上がりの仕方だという話もありました。また作物によっては肥料が上がっている、これもいろんな方からお聞きをしております。このあたりに対して、今どのようなことができるのか、これはですね、6月の議会でもぜひ、今、各部門から、農林水産部も含めて、予算の要求を今取り上がってきておりまして、取りまとめているところでございます。農業に関するさまざまな方策もいろいろな政策が上がってきておりますので、議会でそのようなこともご提案をする準備をしていきたいと考えております。6月議会の予算の場で何かしら そのサポートなり援助なりっていうのを考えていらっしゃるということでよろしいんでしょうか。そうですね、その準備を今しているところでございます。スピード感大丈夫かとおっしゃるかもしれませんが、前も申し上げたように本6月議会は6月3日にスタートします。通常よりだいぶ前倒しで始まりますので、その中で、議会ともできるだけ速やかにキャッチボールをしていくということも可能かというふうに思います。わかりました。次なんですが、県民宿泊割が今月末で期間が終了すると思うんですが、一応その国の GoTo トラベルの再開が今まだ見通せない状況だと思うんですが、今後のその需要喚起対策、県としての需要喚起対策はどのようなことをお考えなんでしょうか。はい、ありがとうございます。今観光庁のスキームに従って、中部の各県との相互乗り入れの旅行のキャンペーンを今月いっぱい進めていることでございます。本来は国の GoTo トラベルも全国大のものがまた復活をすれば、一番良いとは思うのですが、まだそれも見通せない段階であります。ですから今のスキームを、あくまで観光庁のスキームでやって、いろんな、資金もそこから来ているわけですから、観光庁がこれを6月以降も延長というご方針がもし示していただければ、すぐに本県としても延長の対応をしたいと考えています。そうやってやはり切れ目のない、今ようやくこのゴールデンウィークも含めて盛り上がってきた旅行需要、観光需要、宿泊需要ですから、これを途切らせないように、継ぎ目のないそんな支援ができればというふうに考えております。わかりました。最後なんですが、G7 の関係閣僚会合の誘致に関してなんですが、先日石川県の馳知事が文部科学大臣と謁見した際に、政府提案なら石川と連携することも考えたいというふうに言っていたという報道があったと思うんですが、それに対して の見解を教えていただけますか。はい、そういうご発言があったということは報道で見ましたが、今のところ本県としては本県としてできることをまだまだいろいろあると思いますので、しっかりと進めていきたいと思っています。わかりました。ありがとうございます。他の質問ございますでしょうか。KNB 和家です。よろしくお願いします。1点確認したいのですが、コロナのワクチン接種3回目の数なんですけれども、1回目は89万人、2回目は88万で、3回目は5月15日時点で63万人とホームページに掲載してありましたが、これちょっと3回目は63万人とは少ない印象を受けているんですけれども、知事はこうどう分析、どう見ているのか教えてください。はい、ありがとうございます。5月15日時点で63万1000人、人口比で言いますと 60% ということになります。で全国平均とまず比べますと、全国平均は上回っています。
実は若年層で、つい先日までは全国平均を下回っていたんですが、今、全世代でも全国平均を上回っているということでございます。まあ、さらさりながら全体で 60% ということはまだまだなんて言いますか、先があるなというふうには考えています。で、この年代別を見ますと、やはりこの20代30代40代、もちろんその下の12歳から19歳、このあたりがまだまだ伸びしろがあるというふうに考えておりまして、これまでもこの場でも申し上げましたが、 YouTube を使ったりとか、あるいは SNS を使ったり、またもちろん一般的な新聞広告なども、まあ、このところ連日のように出ておりますが、使っているところでございます。それから夜間の接種も対応しました、などなど、できるだけのことはやっていることでございます。それからもちろん国から上からも情報を出していただきたいということで、より分かりやすい、それから有効であるという3回目が、そんな情報発信もお願いをしているところでございます。それから企業にもですね、経済5団体を通じて傘下の企業にですね、企業単位の接種ということもこちらとしては対応したいということも、実は昨日かな、2回目のそんなお願いもしました。また大学や短大に対してもですね、そういった学校あるいはゼミ、クラブ、サークルなど単位での接種も対応しますという、そんな情報発信もまた再度したところでございます。あとは何があるのかなと、今日々知恵を絞っているところですけども、そうした中でも早ければ今月下旬には4回目の接種も始まるということなんですが、この4回目接種の見通しについてはどう考えていらっしゃいますでしょうか。はい、今度はまた先ほど のご質問にもありましたが、60歳以上または基礎疾患の方、という、非常に現状では対象を限定をしたことですので、これはこれで、接種体制しっかり組んでいけば、それなりに接種率は上がるんだというふうに理解しています。はい、わかりました。ありがとうございます。他ご質問ございますか。北日本新聞の小畑です。よろしくお願いします。はい、すみません、ちょっと宿泊割引キャンペーンのことで確認なんですけれども、これ6月以降は GoTo が復活すれば良いということだと思います。復活しない場合、その今の観光庁のスキームでまだその6月以降というのが方針が示されていないと思うんですけれども、それが延長しない場合は県としての独自にその県民割引キャンペーンを続けていくということになるんでしょうか。いや、それはあくまで今もですね、その観光庁の県民割支援制度に基づいて運営しているので、これが延長されることが前提と考えております。わかりました。あと、情報漏洩の件でちょっと一点、確認になるんですけれども、この5ヶ月連続でその個人情報漏洩というのが起きている、いわば異常な事態だと思うんですけれども、その理由について、先ほどその出先機関のことはおっしゃられたと思うんですけれども、その本庁が緩んでいるわけではないというふうに考えておられて、で、かつそのマンパワー不足でこれが起きているということでもないというふうになると、そのこの5ヶ月連続で起きているということのその理由の部分っていうのは知事としてどのように考えていらっしゃるのか、その今日の答弁の中ではなかなかちょっと見えにくい部分があったので、改めてお聞かせ願いますでしょうか。はい、その理由が分かれば打つ手もあるのですが、正直申し上げて、確たる理由は今、分かっていないというのが、本当正直なところであります。そういうことですね。そうすると、先ほど その通知だったりパソコンを開いた時 その通知という再発防止 の、その策を講じていく中で、見えてくるというか、そういうものを続けていくということになるんですね。
いろんな知恵を絞って工夫をして積み重ねていくということが今できることではないかと思ってます。わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、それでは、はい、どうもありがとうございました。